今日からは今日からの、明日からは明日からの、新しいストーリー刻めばいいでしょう。始まるぞ。どうも、カイゼリンです。本日はですね、ちょうどウルトラマン902、ウルトラマンネクサス、ジュネスブルー&05、拡張パーツセット、レビューしていきたいと思います。個人的にですね、一番好きな仮面ライダーはアギトなんですけど、一番好きなウルトラマンは、このウルトラマンネクサス、ジュネスブルーなんですよ。つまり、昨日ネクサスのプラモが出て、今日ジュネスブルーっていうね、なんか俺の好きなものを二つ、レンジで出るっていう、何なんでしょうね、これは。うん、まあ、いいっすわ。まあ、じゃあ、パッケージこんな感じでね。よし。じゃあ、ジュネス本体から開けていきましょう。はいはい、おー。あ、なるほどね。こんな感じか。はいはいはい。さすがにちょっとアームのネクサスの、塗装は結構省かれちゃってますね。まあでもこの値段で、このクオリティなら全然 OK でしょう。で、拡張パーツセット開けてきますね。よいしょ。おお、結構入ってるな。なるほど。まあ今回はこの、ジュネスブルー用のだけ結構、こうまとめられてますね。あ、これ、ちょっと色がついてるかな。よし。おお、この辺はちょっと使わないですね。よし、早速組み立てて遊んでいくわ。それでは早速組み上げてみました。ジュネスブルーですね。まあ、なんでこのポーズなのっていう感じなんですが、ネクサスですね。後期オープニングを見たことがある人ならわかる、おなじみのポーズですよ。はい。じゃあ、ちょっと全体見ていきましょうか。相変わらずこのお値段で、このクリアパーツとかがしっかり使われてるのが嬉しいですね。よし。で、後ろ、まあ後ろはね、本当に、ビーボッチャマですね。本当に、前に全振りしてる感じですね。可動はですね、首はこんだけか。こんだけしか動かなくて、で、腕もですね、ここの肩アーマーの干渉があるんで、ちょっとこうなる。よいしょ。で、腹部ですね。3パーツ構成になってるんで、結構柔軟に動きます。足。まず上がるのがこの辺までですね。で、膝がこういう関節なんで、正座まではできないですね。ちょっとこう、踏ん張ったポーズとかは頑張れるかもしれないです。あとはまあ、手首パーツがちゃんと入ってます。で、ちなみになんですが、まあ、せっかくなんで、何段か前のジュネスと並べてみましょう。まあ、どっちもいいっすよね。ジュネスの方がちょっと、アームドネクサスの塗装頑張ってくれてるんですよ。まあ、今回、ジュネスブルーは、まあ、ちょっとね、塗装が省略されちゃってるところがあるんですけど、まあ、しゃあないっちゃしゃあないんですけどね、うん、まあ、コスト的な問題でしょうね。うん、で、おっと。微妙にこのクリアパーツの色も違うんですよね、顔。うん。エナジーコアはだいたい同じかなと思いますね。はい。まあ、どちらも本当いいっすよね。ネクサスファンにはたまらないです。では次に拡張パーツセットのですね、ジュネスブルー用のエフェクトパーツなんですけど、アローレイシュトローム、シュトロームソード、そしてオーバーアローレイシュトロームのエフェクト。で、あとは、これらをつけるための、右腕ですね。ここに突起がついてます。で、交換なんですけど、ここね、こう、取っちゃいますね。まあ、どうでしょうね。そのうち下手ってきちゃうかなっていう心配がちょっとだけあるかなと思います。で、まあ、拳も取っちゃって、こっちにじゃあつけてみましょう。よし、こんな感じですね。で、こうつけて、じゃあせっかくなんで、劇中に登場した順だと、まず、シュトロームソードですね。こんな感じで。それでは、シュトロームソード、まあ、つけてみまして、まあ、シュトロームソードですね。初登場時は、
なんていうか、グランテラっていう怪獣の、弾丸をこれで、切り払ったりしたんですけど、2発は切り払われたんですけど、3発目が避けきれなくて、直撃食らったりしていましたね。で、一番特徴的な使い方だったのは、35話で、ナイトレイダーと、共同戦線を張った時に、ガルベロスっていう怪獬が出てくるんですけど、それをこう切り裂いた時にこうかっこいい決めポーズを決めて、ガルベロスを倒すんですよ。ちなみにちょっと余談なんですけど、その回の脚本家が太田愛さんっていう女性の方なんですけど、そのナイトレイダーの乗ってる、戦闘機が、クロムチェスターって言って、ハイパーストライクチェスターっていう、その4体合体した姿になるんですね。で、わざわざその怪獣を倒すときに、そのハイパーストライクチェスターが分離して、アルファ、ベータ、ガンマ、デルタの姿になって、その個々の、チェスターで怪獣に攻撃を仕掛けるんですよ。で、なんかムック本に書かれたんですけど、ここのシーンでなんで分離させたんですかっていう質問が、太田愛さんにあって、太田愛さんが、かっこいいだろうって言ってたのが とっても印象的ですね。いやー、よくわかってる人だなーって思いました。続きまして、アローレイ・シュトロームですね。確か初登場、初めて使ったのが、第27話かそこらだったかと思うんですけど、あ、違うな、第多分28話ですね。第28話、グランテラっていう怪獣を倒すときに、初めて使うんですよ。アローレイ・シュトロームって名前の通り、なんと言いますか、弓矢。弓のような感じで敵をこう切り裂く技なんですよね。それがもう、めちゃめちゃ美しくて、個人的にアローレイ・シュトロームって、ウルトラマン、すべてのウルトラマンの放つ必殺技の中で、個人的に一番美しいと思っています。特にさっき言った第28話。再会リユニオンっていう回だと思うんですけど、そこで放たれる、初アローレイ・シュトロームですね。もうそれがですね、もう、どんなポーズだったかな。もう本当に空中で、こう、ポーズをとってですね、ちょっとやりますね。よいしょ。確かこんな感じですね。空中でこう、ため息に入って、こう、左の手でこう、弓をこう、なんていうか、こう、引くように、はーってやって、ピューンって放つんですよ。で、それでもう怪獣をこの放った砲弾で一刀両断して、もうめちゃめちゃ美しいです。もう見てください。見られた人はちょっとそうだなってうなずいてくれたら嬉しいです。光は人に受け継がれる希望。俺は生きる。俺は戦う。生きて、この光をつなぐ。そして第36話で放たれるオーバーアローレイ・シュトロームのエフェクトですね。つまりこれ、アローレイ・シュトロームと、シュトロームソードが合体した姿なんですよ。で、もう、なんていうか、説明によると、本当にその極限状態でしか使えない、最強の技なんですよね。で、36話、っていうのは今までウルトラマンネクサスに登場してきた怪獣が全部合体したイズマイルっていう最強の怪獣が出てくる回でですね。で、その前の回でですね、一応このセンジュレンっていう子がこのウルトラマンネクサスジュネスブルーに変身するんですけど、彼は今までその、死んでもいいと思って戦ってたんですよ。なんですけど、西条凪っていうナイトレーダーの副隊長にですね、生きるために戦いなさいと。たとえ明日がなくても、死んでもいいと思ってたんですけど、その言葉で、なんていうか、生きるために戦わなくちゃいけないし、その生きることに執着をするんですね。で、その時にやっと、こういった必殺技を放って、さらにその生きる意味を見つけたっていうことで、ウルトラマンも彼の元から去っていくっていうね。いやー、素晴らしいですよ。そしてウルトラマンの光は凪に受け継がれるっていう、よくできてるな。ではですね、冒頭でもお見せしたこのシーンなんですけど、このポーズか、このポーズなんですけど、ウルトラマンネクサスの第2期オープニングでですね、こういうシーンがあるんですよ。で、ムック本によりますと、このシーンは何なのかっていうと、なんと言いますか、レンが戦うことへの迷いを示しているシーンなんですね。で、
その戦うことの迷っているっていうのがどういうことなのかっていうと、実は千住錬っていうキャラクターはウルトラマンネクサスの劇中では一度も戦うことを迷ったりしないんですよ。まあ、あの、例えばそのジュネスに変身していた姫屋さんとか、あとはウルトラマンネクストに変身していた牧一瞬一とかも、やっぱり戦うことには少し迷いがあったんですけど、千住錬っていうキャラそのものは、あの、戦うことに迷いがなかったんですね。なんでかっていうと、実は千住錬の体っていうのはもう、細胞のアポトーシスっていうのが起こってて、まあ確か、自己自滅みたいなのが起こってて、もう、余命がいくばくもないんですよ。で、そんな中で自分はウルトラマンの力を与えられて、まあ人々を守るための力が与えられて、で、だってそれはもうなんか自分の命を、あの、最後の瞬間、燃やし尽くして、行くことなんだなみたいな、そういった自己解釈をして戦ってたがゆえにその迷いがなかったんですね。なんですけど、オープニングのこのシーンではその、まあ、迷いを演出してると。一応この平手には今までウルトラマンネクサスが倒してきた、怪獣たちの血がついていると。そしてこの、まあ、ジュネス千住錬自体は自分はこのまま怪獣を殺し続ければ救っていただけるんですかと、その天を仰ぎ見ながら神様にそう、なんていうか訴えかけてるような、そんなシーンなんですよね。いやでもね、そういうね、演出がね、かっこいいなと思うんですよ。ネクサス見たくなってきたでしょ。というわけで今回のちょうどウルトラマン9、ウルトラマンネクサスジュネスブルー拡張パーツセットレビュー以上となります。そうですね、まあ、結構稼働範囲とかも、まあ、この値段の触感にしては結構ありますし、まあ、何よりもそのジュネスブルーの立体化ってあんまないから本当嬉しいですね。いや、まさか、正直ジュネスで終わると思ってたんで、ジュネスブルーまで出してくれるなんてって思いますね。いや、本当バンダイさんありがとうございました。まあね、この調子で、そうだな、アンファンスも欲しいし、ネクストも欲しいし、怪獣枠だと、もちろんさっき言ったイズマイルめっちゃ欲しいんすよ。はい、バンダイさん待ってます。ついでに何でしたっけ、ウルトラスーツってやつですか。あれのジュネスブルーもプラモ化してくれて全然 OK ですよ。絶対買えますよ。はい、ではこの2日間ですね。ね、こうちょっと大きさが、このね、素晴らしいフィギュアライズスタンダードのアーギトは出るし、食玩で大好きなジュネスブルーまで出るしで、あ、すごい2日間でしたわ。いやー、なんか幸せあとはそうですね、俺そういえば戦隊だと何が好きなのかな。一応そうですね、大レンジャーと冒険者と恐竜者が好きかなって思いますね。まあ、彼らのなんかフィギュアが出たらちょっと欲しいかなって思います。ではですね、まあ、今後とも皆様の購入の参考になるようなレビューを心がけていきますので、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。カイデルでした。ありがとうございました。カードショップの元店長が、秘蔵のカードコレクションや、雑貨をレビューするチャンネルを、作りました。これからどんどんレビューしていきますので、仕方ねえなあこいつくらいの、気持ちでチャンネル登録していただけたら幸いです。